風疹は妊娠中にに感感染染すす。るるると赤ちゃんに生まれれつき障害が出る恐れが出恐ある感染症です国は今年度、子どもの時に定期予防接種を受ける機会がなかった40歳から47歳の男性を対象に無料の予防接種を実施していますが受けた人は9月までに2.6%にとどまっています。 妊娠中に風疹にかかって子どもに障害が出た母親らの団体は厚生労働省にさらなる対策の強化を求めました。